はい、どうも、横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ、それでは今日はね、詰碁講座ということで玄々御教の問題ね、一問やっていきたいと思います。まあ今回はですね、玉構造集というね問題になるわけですけども、まあこんなような字書きますね。玉手箱に新宿を隠すの一と書いてますね。ということで、これがまあね、玉手箱の中入った真珠なんですけども、さあこれをね、ただね、取ってしまうと中で三目中でとかね、五目中でとかっていうことになってしまいますから、まあかといってもちろん取らないわけにもいかないで、どのような形にして取るかというところがね、今回のポイントになってくるのかなと思います。はい、ではまたゆっくり考えたい方はね、動画止めて考えてみてください。さあ、これ私もね、昔やってね、感動したの覚えてるんですけど、いかにもダメそうなんですね。っていうのも、まあこれ隅っこだとよく出てくるのがね、この放り込みの筋、これ非常によく出てきます。ここに、このようにしてね、まあ相手をわざと1の1に持ってきてダメ詰まりにする、この下がりが効くよなんていう筋はね、割合実戦ではできやすいんですけども、この場合はですね、これ繋がれてこの下がりが来てもですね、これどうも手にすることはできないわけです。例えば放り込んで当たりとかしてもですね、繋がれて、これは中手ですよね。取っても真ん中がありますから、結局取りましたけども生きることはできません。というところで、さあここで放り込んでもなかなかうまくいかないなというところでね、もちろん当たりする手はね、こんな風に繋がれて、これもね、やっぱりもう中手の形なんですよね。これね、当たりしても繋がれて、3目で取っても3目中手という形になっちゃいますから、これもやはりうまくいきません。ということで初手が、こちらね、放り込みまして、で今度これ取られちゃうと生き形ですから、まあ白取るぐらいですね。それからまた放り込みまして、要は相手をダメ詰まりに導くわけです。まあここはね、相手を1の1に持ってくるということでね、非常によく出てくる筋かなと。でさらにまたここで放り込みまして、もう石をどんどん取らせるんですね。こんなに打った石どんどん取らせて大丈夫かなとちょっと思うんですけども、取らせて、さあここで最後の一手がまた大事になります。どこでしょうか。さあここで、さあここでですね、こちらの方から当たりにしておいて、これで何やらね、黒さん目が全然ないようなんですけど、こんなね、団子石みたいに当たりをしてね、何もないようなんですけども、実はこれで白結構困るんですね。例えば一番まず素直な図から見ましょうか。これ繋ぐとですね、当たりされて、これ繋いだらもうドカンと取られちゃいますよね。かといってこっち継ぐと取られて、これは生きてる形なんですよ。っていうのも、ここの4つが当たりになってますから、これ白さん取るぐらいしかないんですけども、このように打てば、これ目が2眼できてますね。はい。ということで、どうもこうね、取ってここ詰められた時につなぐと、そういった形になっちゃうわけですね。どこをつないでも先のようにこう当てられちゃう。ということで、まあ白も最強の抵抗はこちらに打つ手かなというところなんですが、これもやはり取っておきまして、まあ一応こうなんですけども、これはまあ割合黒が有利なこうっていうことになりますね。どういうことかと言いますと、これ次取ったら生きるのはね、わかりやすいんですけど、白がコウ材打ちます。黒受けます。で取られた。で黒がコウ材打つ。で白がここでね、こうじゃあ解消してもいいよって言っても、まだ白はこう解消できないんですね。っていうのもこれつなげませんよね。つないだらもうどんどん取られて帰っていきちゃいますから、かといってこちらの元をつないでもですね、これまた取られて、またこれ当たりつなげないんですよ。継ぐとまた追い落としですよね。はい、ということはコウ材来た時に白が一手打って、それからまたこうなんですよ。でまた白コウ材打つ、黒受ける、こうでそこからやっと本コウなんで、これは一手寄せコウ、黒が有利な一手寄せコウということになりました。はい、白が一手寄せてから初めてここでまたコウが始まるよと。で黒が打つ、でまあ白がやっとつないで取ることができるよと。ただ黒も他にね、このように3手打つことができますから、まあ黒としてはですね、取られた形に比べれば随分違うわけです。ここで、ああ取られちゃったな、もうダメだって思ってたものが、他に3手打つことできるわけですからね、これがもし取られても。まあ、あとはもちろんさっきみたいに隅を取れば生きることもできますので、これは大変な戦果だったということが言えるんじゃないでしょうか。ということでね、今回の問題はこれもうね、もう普通実戦だったらこれはね、もう諦めてしまうというところですね。ですけども、まあそうですね、こういうふうに負けそうな時とかね、投げ出したくなる時、逃げ出したくなる時っていうのはね、まあやっぱダメそうな時っていうのは信じ抜くこと、それが一番大事ってね、いう歌がありましたね。はい、というところでね、これも信じ抜いてですね、なんとかなるんじゃないかって思うと手にすることができると。ただまあちょっと実践だとね、この、まあ放り込みはね考えるんですけども、こう最初のね、こっちの放り込みが非常にね、気がつきにくい手筋の一手ということになったのかなというふうに思います。はい、ということで
本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日ですねいろんな動画を上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。